いよいよ日本ダービーということでね、競馬ファンの人がみんな一年間待ちわびた、もうワクワクするような週でございます。どうやらまあオークス同様、ダービーもね、先に行われた、皐月賞ジョイバーがですね、中心になりそうな感じがいたします。まあ、そこで実際に実力を示した皐月賞上位3頭と、それから青葉賞組をですね、まあ、取り上げて、馬体がダービーに対して、適正かどうかというところを、まあ、診断していきたいなと思います。それでは、まず、馬体の採点が85点で、第5位のハーツコンチェルト。青葉賞2着ですね。まだ1勝馬なんですけども、もう前走の青葉賞が、まあ、大変惜しかったですね。勝ち馬に追い比べて負けたんですけども、まあ、馬群を抜け出すのに、ちょっとこう手間取る不利もあって、レースの勝ち負けにですね、まあ、響いたかもしれませんね。お父さんがサンデー系のステイヤーのハーツクライ。で、お母さんがナスのシベリウスって現役3勝で、まあ、北米のファビアノ系ですね。両方の系統ともですね、2400メートルの距離は、まあ、心配ないと思います。馬体重が490キロで結構大柄でね、まあ、全体のこうバランスも良くてね、非常に高馬体の馬です。中距離系の体つきで、まあ、筋肉も全体にこうまんべんなくよくついてますね。で、前駆、肩のですね、上腕三頭筋の盛り上がりはよく目につきます。まあ、筋肉が力強そうで、タフなコースも向きそうな感じがいたします。まあ、肩傾斜がちょっときつくて、前足の上げ方もちょっと高いんですけども、まあ、肩関節の可動力や、肩の上腕三頭筋の筋力で、まあ、強い角組みを生み出しております。まあ、コークは肘折まっすぐ直飛ですね。それと腰全体の筋肉の強さで、まあ、強いキック力を発生させて、まあ、それが原動力となってですね、非常にまあ大きなストライドが生まれて、体全体を一気にこう前へ運ぶためのですね、まあ、推進力となっているようでございます。2度東京コースを経験し、好成績を残していることがですね、まあ、今回非常に大きなアドバンテージになると思います。青葉賞組のダービーの成績がちょっと悪いようですけども、まあ、この馬あたりはね、どうなんでしょうかね。はい。そろそろ、まあ、走り出してもいい頃かなと思います。はい。ありがとうございました。ハーツコンチェルトとこのハーツクライサークというと、こう、万世というイメージがあるんですけども、はい。先生、この馬の馬体っていうのは、ある程度、現時点で見て、まだ先がありそうなというか、それ、完成度っていうのはどのぐらいあると思われますか？現時点そうで。ですね。まあ、中ぐらいの完成度かな。まだ今言われたように初くらいだから、まあ、もうちょっと年取ってからもね、成長してくると思いますし、まあ、体つきもまだちょっとこう、細く見えるような部分もありますんでね、お腹あたりも。まあまあ、これからだと思います。はい。わかりました。続いては第4位の方をお願いいたします。はい。馬体の採点がですね、86点の、第4位のタスティエーラ、皐月賞2着ですね。前走のミチュアル皐月賞、6番手のポジションからですね、一波乱手前で先頭に立って、もう勝ったかなと思ったんですけども、まあ勝ち馬の鋭い足にね、屈しまして、まあ大変惜しい2着だったです。一戦だけで、まあミチュアルが得意かどうかっていうのは判断できないんですけども、まあ結果は良かったんでね、ミチュアル後者と言うべきだと思います。まあ、しかし馬場の良い大外を回ったことは、まあ確かなんですね。はい。で、馬体重が470キロ台の中型。まあ、体全体がこう非常にバランスの取れた高馬体で、まあ、このも一般的に言ういい馬ですね。はい。首差しから肩、背中、腰に至るラインはまあ理想的なこう美しい弧を描いております。で、体型はまあ中距離型で、肩傾斜は非常に滑らかで、肩関節が回転性が非常に良くてですね、まあ、肩の三角筋や上腕三頭筋の強さとミックスされてですね、前肢がよく前に出てね、かっこいいもなかなか鋭いです。で、腰は半腱腰筋や大腿二頭筋の発達で、爆発的なキック力を、強いキック力をね、発揮しております。目が素直そうで、非常におとなしそうな顔をしております。まあ、鞍上がですね、非常にこう操縦しやすいような性格、素直な性格だと思います。まあ、したがってオーソドックスなね、競馬ができる非常に堅実なタイプだと思います。で、フットワークは大変美しく、まあ、手足がよく伸び、大きなストライド走法で、まあ、攻守の強いキック力が大きな推進力を呼んでいるようでございます。血統はサンデー系のマハッタンカフェの肌に、
お父さんが宝塚記念を買ったサトノクラウン。まあ、サトノクラウンは我が国ではまあよく知られているラストタイクーンなんかをおじいさんに持ってですね、まあ、いわゆるノーザンダンサー系です。まあ、両方の系統よりですね、ダービーのマイル半、いわゆる2400メートルを走れるスタミナは十分受け継いでると言えると思います。西武兼用のですね、まあ、オールラウンドプレイヤー、本番ダービーの活躍に期待したいと思います。ありがとうございました。はい。先生、この馬は、目がこう、素直そうで、操縦しやすいような性格を表現しているかのようだという話なんですけども、はい。やっぱり、馬の、前もちょっとお聞きしましたけど、馬のその目とか顔つきからもある程度、その性格っていうのはやっぱり読み取出れてる。きますね。はい。まあ、やっぱり大きくてね、澄んだ目をしている、まあ、黒目と白目があるんですけども、まあ、黒目の部分が非常に大きいようなね、馬は割と素直で、まあ、ジョッキーのね、言うことを割とよく聞くんでね。まあ、競馬しやすいんじゃないかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。続いては第3位の方の紹介をお願いいたします。第3位はですね、青葉賞を勝ちました。馬体の採点が87点のスキルビング。3連勝で青葉賞を制覇し、今、破竹の勢いに乗っておりまして、ダービーに挑戦してきましたね。まあ、東京コース2400メートルをですね、2連勝してる。ということは、まあ、ダービーのデータとしては非常に有利な実績なんですけども、まあ、本番前にね、長い距離を走るということが、まあ、レース後の疲れを考えるとね、ちょっと心配なところはあるんですけども、まあ、この馬はどうなんでしょうね。はい。で、父はサンディ系の北サンブラック。ここ最近では世界ランクのイクイノックスを筆頭に、まあ、北サンブラックの3区がですね、非常に活躍が目立っております。まあ、距離に関してもオールマイティで、しかも、道はうまかったということで、まあ、西武兼用ですね。で、お母さんのロス・バイセ、これ、競争成績は3勝でね、ロベルト系のシンボリック・リステッツ。これまたスタミナ豊富で、西武兼用のね、系統ですから、まあ、距離、適性も、雨も降っても、文句なしですね。はい。で、520キロの大型馬で、まあ、体型はですね、中距離から長距離系。バランスも取れた、まあ、これもなかなか好馬体です。父さんの北サンブラックに体型はよく似ています。筋肉の柔らかさと、つなぎのしなやかさは、お父さんには及ばないという感じなんですけども。したがって、まあ、体が少し硬いんですけども、力はありですね。タフな馬場は強そうな感じがいたします。で、ストライドは結構大きく、前肢の書き込む力はありそうで、まあ、コークのキック力も十分あります。まあ、それらの力の源となる肩、上腕三頭筋、腰の大腿二頭筋や半腱腰筋の筋肉はですね、非常によく発達しております。瞬発力はそれほど優れてはいないんですけども、まあ、結構いい足を長くね、使って伸びてくるようなタイプです。まあ、バテずに伸びてくる差し足はなかなか迫力があってですね、まあ、スケールの大きさを感じさせるような感じがします。青葉賞、先ほど申し上げたように、青葉賞組からダービーの活躍馬があんまり出てないんですって、ちょっと不安なんですけども、まあ、このジンクスを破ってですね、頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。先生、いわゆる青葉賞組がダービーを勝てないというジンクス、先ほど先生、その理由の一つだと思うんですけど、その長い距離を使って、もう一回長い距離2400、東京2400を連続して使うっていうのは、ちょっとやっぱり疲れが心配なところもあるという話なんですけども、この馬に関しては、はい。馬体を見る限りではそんなにあれですか、張りが落ちたとか、そんなあれはなさそうな。そうですね。なかなかいい張り削りをしておりますし、疲れがあるような感じはしないんですけども、まあ、目に見えない疲れとかいうのもありますしね。今までやっぱり青葉賞組がなかなか成績上がらなかったっていうのを原因の一つもね、やっぱ距離が長いところを使うと、本番前にね。まあ、その辺のところもあるのかもしれないですね。はい。わかりました。ありがとうございました。続いて第2位の方をお願いいたします。はい。第2位はですね、馬体の採点が88点。皐月賞の1着馬、ソウルオリエンスです。はい。まあ、無傷の3連勝でね、重馬の皐月賞、1番枠の振りもものともせずですね、強烈な足で差し切りました。その姿はね、もう一頭だけなんか別の空間からね、突然現れたような感じで、
4コーナーではもう全くどこにいるのかわからんぐらいね、最高峰の近い位置だったですね。で、お母さんのスキアはですね、まあ、サドラル系でフランスの G3、2100メートルを買っております。で、おじいさんが凱旋門賞馬のモンジュで、まあ、明らかにこうステアケットですね、ダービーに向いてると思います。で、兄にバンドギャルド、ドバイターフの2着、3着の馬がおりますし、まあ、お母さんの産駒ですね。スキア、ソウルオリエンスの兄弟ですね。で、父、北サンブラックはね、もうご存知だと思うんですけども、ディープの兄、ブラックタイトンの子で、サンディ系のオールマイティ型で、しかも不良馬場の天皇賞を勝っているミチャル校舎だったですね。で、本馬はね、両方の系統、お母さん、お父さんの系統からですね、豊富なスタミナを受け継ぎですね、お父さんのサンディ系からはスピードや瞬発力をもらっておるので、まあ、いわゆるカミソリのようなシャープな切れ味を持つオールマイティホースですね。はい。で、馬体重が460キロ台の中型で、まあ、皐月賞前は背の、こう、ちょっと背中の短いね、コンパクトな体型であったんですけども、わずか6週間しか経ってないんですけども、ちょっと背が大きくなって、で、体調も長くなってですね、非常にこう、成長、短期間の間に成長してるようなという感じがするんですよね。まあ、肉付きも非常に良くなってますし、まあ体重も増えてるのかもしれないですね。で、全身、こう、バネのような塊に見えるのはね、それは以前からそう変わってないんですけども。で、腰の形、コークですね。コークの形は、こう、ちょっと瞬発力のありそうなマイラー系なんですよね。で、体全体は中距離型なんですけども、ちょっと腰のあたりがね、マイラー系ということで、まあ、決してステアには見えないですね。で、体型にマイラー部分があってもですね、まあ、距離が持つのは、やっぱり血のなせる技っていうか、血統、ね、血統とか、あるいは心臓や肺臓のね、代謝機能が優れていて、いわゆる心肺機能が高いんだと思います。はい。で、手足をいっぱい伸ばしてね、大きなストライドで、体の割にね、大きなストライドで、強いコークの蹴りを主体にですね、非常に回転力が速くて、すごいスピードで前に進んでいきますね。肩甲関節、肩関節ですね、可動域が広く、肩の三角筋と上腕三頭筋の共同作業で強い活組力をですね、作っております。で、走ってるときは、力強い首、あるいは伸縮力などの背中を器用に使ってですね、またしなやかでバネのある前後のつなぎ、あるいは施設もうまく使いながらですね、大きな推進力の手助けをしております。ミチャルが下手だと思われていたんですけども、皐月賞で、想像を覆す結果となりですね、まあ、お父さん同様、ひょっとしたら政府兼用かもしれないですね。ジョッキーが最後のゴーサインを出してからですね、このまさらに考えられない異次元の加速をするんですよね。で、前走の皐月賞も、道中はあんまり手応えなくてね、いや、もう伸びないんじゃないかなと思ったけども、最後にビシッと終われたらね、ものすごいこう異次元のね、足だったですね。すごいですね。このターボエンジンが今回のダービーでも発揮されれば、この馬がダービーに最も近い存在と言っていいでしょうね。はい。ありがとうございました。先生、これ、先ほどその皐月賞の時の馬体とのちょっと比較みたいな話も出たと思うんですけども、はい。その皐月賞の時にしていただいた馬体診断では、このソウルオリエンスっていうのはその馬体の順位で言ったら5位だったんですよね。ああ、なるほどね。今回こう2位になったっていうのは、これだけその皐月賞からこのダービーの短い期間でも、先ほどおっしゃられたようにこう馬が成長するっていうのはやっぱりあるんですね、今の時期の3歳というのは。そうですね。わずか1ヶ月ぐらいの間にも、まあ、ぐっと成長しますし、気候もね、ぐっと伸びてますし、背も伸びてますし、体調も長くなってね、ちょっとこう、まあ、子供だったのが、ちょっとこう、大人いくらかね、青年ぐらいになってきたのかな。はい。そんなような感じがいたしますね。はい。これやっぱり馬っていうのもこう、例えば大きいレースとかを勝つとこう、なんか自信をつけるみたいなこともあったりするんですか？まあ、精神的にね、そういうこともあるかもしれないけども、まあ、体はね、精神的なものとは必ず一致するわけじゃないんですけども、やっぱりそれだけ、レースで強いレースをするということはね、やっぱ筋肉なんかも体全体をね、ものすごく使って、体全身の、内臓なんかの代謝機能もね、ぐんと上がってるんじゃないかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございました。はい。それでは、いよいよですね、バタリ採点第1位の方の紹介をお願いいたします。
はい、そんなにみんなそれぞれ1点ぐらいの差しかないんでね、まあ、どれを1位にしようかなとか、いろいろ2位にしようかなとか、いろいろ迷ったんですけども、まあ、自分の主観でね、ある程度好みなんかでつけてるんでね、まあ、この辺のところはちょっとこういくらか、多めに見ていただきたいと思いますけども、馬体の採点が9、89点で、第1位、皐月賞3着馬のファントムシーフ。中段やや後方の位置につけていた皐月賞で、まあ、馬場の大外を通ってですね、差してきましたけども、まあ、3着が精一杯でした。まあ、直線途中からは真ん中辺を突っ込んできましたけども、まあ、よく差してきたんですけども、最後いっぱいで、まあ、こなしましたけども、まあ、後者とは言えないと思います。はい。道ある後者とは言えないと思うんです。まあ、道中のあの、落鉄もね、影響した、結果には影響したんじゃないかなと思いますし。で、500キロ近い馬体はですね、まあ、柔らかみもあり、まあ、頑丈そうで、まあ、しっかりした形をしていて、まあ、中距離型の体型、まあ、なかなか、これも好馬体ですね。はい。で、首は太めで、サクと乳突筋、サクと凹凸筋がよく発達しております。肩の上腕三頭筋、尺側頭といってね、肩の上腕三頭筋の下の方ですね。肩の下の方が、まあ、驚くほどこう目に見えて隆起しております。チョーク単排、まあ、お腹の部分がちょっと割と、体の部分が長めで、背中が短いと。まあ、これ理想の、名馬の理想なんですけども、まあ、チョーク単排で、腰は中距離型。筋肉量はそんなに多くはないんですけども、まあまあ普通というところですね。で、前後のつなぎに、こう、もう少し柔らかみと、シャープさが欲しい気はするんですけども、まあ、フットワークは非常に軽くですね、手足がものすごくよく伸びます。はい。で、非常に大きなストライドで、軽やかに走っております。大きなフットワークなのでですね、まあ、器用さがちょっとなくて、まあ、ゴーサインが出ても、瞬時の反動がちょっと遅くて、まあ、やや瞬発力に欠けるんですけども、しかし勢いがつくとですね、すごい伸び足で、ぐんぐん伸びてきます。まあ、そういうことで、今回東京コースに変わるのはね、いい方向に出るんじゃないかなという感じがいたします。で、お母さんのルパンセカンド、サドラーズ系とデンヒル系の配合でね、共にノーザンランサーの血を引いてるんですね。で、お父さんのハビンジャーも、デンヒル系で、母方からもですね、まあ、同じくノーザンランサーの血を引いてるんで、まあ、20世紀の最大の称号と言われる偉大なるノーザンランサーの血がですね、非常に濃いな、という感じがいたします。ノーザンダンサーはスピード、瞬発力、成長力、スタミナ、あらゆる資質を持っております。まあ、2400メートルの日本ダービーを制覇するにはですね、すべての資質が必要なんで、ノーザンダンサーの血は有利に動くと思います。働くと思います。はい。で、1周前の調教、武騎手を背にしてですね、抜群の手応えとこう素晴らしい動きだったんですね。ただいま絶好調みたいで、これはダービー楽しみじゃないかなと思います。はい。ありがとうございました。先生、このファントムシーフも、まあ、皐月賞で馬体診断していただいたときには、こちら3位だったんですけども、これがこう1位に上がってきたっていうのは、その今のこの状態の良さがその馬体に表れてるって感じですかね。そうですね。まあ、立ち姿よりもね、一周前の調教ね、この調教の動きの躍動感といいますかね。手足の乗り方。これがまあ本当に、わ、すごいなと思わせるようなね、動きだったんで、まあその辺も含めてね、走ってる感じがものすごく馬体がよく見えましたね。はい。まあ多分、皐月賞3着に来てね、ぐっとまた力というか体が成長してるんだと思います。はい。あと、この馬、もう一つだけお伺いしはたいい。んですけど、その上腕三頭筋の尺側頭が、まあ、驚くほど隆起してるという話があったんですけども、はい。これっていうのは結構この、もう、3歳の春にしたら珍しいぐらいの、その、あれですか、その隆起っていうのは、それだけ発達してるって感じですかね。そうですね。まあ、3歳の春っていうわけじゃないけど、小馬になってもなかなかここまでね、ぐっとこう、尺側頭が発達するとはなかなかないんでね。まあ、これは年齢に関係なくですね、この馬自身のね、体の特徴じゃないかなと思います。これは先生、どういう、あれ、作用するんですか？この上腕。やっぱり肩の筋肉なんで、まあ、肩の動き、全身の動きって言いますかね、書き込む力だとか。肩関節の回転力とか、そういうものに影響してきますので、非常にまあ大事な筋肉です。はい。わかりました。ありがとうございました。あと先生、
ですね、また毎回であれなんですけど、まあ、今、有力馬をある程度こう紹介していただいたんですけど、ちょっと穴っぽいところで、なんかこう、一頭ぐらい先生、なんかこれ、おすすめみたいなのあったら教えていただきたいんです。はい、まあ、あの、有力馬1、2頭いるんですけども、あとこう結構ね、どれが来てもね、やっぱりさすがに日本ダービーだなと思うような、まあ、いい馬いっぱいいるんですよね。それでまあ、非常にあの、ピックアップするの難しいんですけども、まあ、皐月賞の時にね、もう少しやれるかなと思った、あの、フリーム博士。まあ、ある程度は人気すると思うんですけども、でもまあ、5本の指に入れるかどうかはね、ちょっとこう、疑問なんで、あの、この間が惨敗してますんで、まあ、このフリーム博士、馬体の採点はまあ、83点ぐらいなんですけども、なかなかこのまあ、動きのいいまでね、馬体よりも、まあ、その辺を、ね、皐月賞で負けたんですけども、まあ、推奨していきたいなと。で、あの、3連勝でね、セラギ賞を制覇して、まあ、前走、皐月賞4着、あ、4番人気でね、9着だったんですけどね、まあ、勝ち馬から1秒4も離されてね、もう完敗だったですね。中段後方でちょっと揉まれて、直線全然伸びませんでしたね。まあ、体がね、緩くて柔らかいんですよね。だから、道春は甘くないんじゃないかなと。両側の広い東京コースで巻き返せるんではないかなということで、まあ、この馬をちょっとね、穴っぽいところで推奨と。サンデー系の肌にね、金亀のルーラーシップの配合で、まあいい感じだと思います。はい。デビュー戦からすべて2000メートルを経験してね、血統面からも距離適正は問題ないと思いますし、まあお姉さんがですね、秋華賞、あるいはあの英国のナッソーステークスを買ったディアドラですね。でお兄さんがあの若馬ステークスを買ったリュービック。まあともに、ハビンジャーの子なんですけどね、その二頭の兄弟は。で、あの、血統的にも非常にまあ面白いと思いますし、まあ500キロを超える馬体重でですね、非常に大きな体、柔らかそうで丸みがあってですね、バネのある体つきをしております。まあ気性がちょっと激しくね、テンション高いんですよ。いわゆる先ほど申し上げたように、黒い目がちょっと少なくて、白い目がちょっと多いっていうかね、ピロッとした白目をこう、もうね、イラッとさせるんですけども、まあこの辺がちょっとテンション高くて気性が荒いのかなと。で、幼さがこうまだ残っててね、当日のテンションの度合いもですね、まあ勝ち負けに影響してくるかなと思います。で、体はあのまだまだ緩く芯が入るとさらに良くなると思いますし、全身の筋肉が柔らかそうで伸縮力があり、バネもあると思います。まあ、浮いたようでこう弾むようなキャンターをしてですね、非常に大きなフットワークで走ります。コークがキックするためにね、腰の大腿二頭筋がこう力強くぐらーっとこう伸び縮みしてるんですね。それはっきり見えますね。東京で。ミッチャルはダメなので、ダービーは両方で走ってもらいたいと思います。ありがとうございました。これは先生、あの、皐月賞の時は、このフリームファクシーをこう、戦国武将に例えて、先生をこう、織田信長に例えたぐらいのね、やっぱり馬ですからね、はい、やっぱりちょっとじゃあ、両馬場でだったらもう、あんなことはないというような感じで。そうですね。まあ、あの、気象が激しいんでね、織田信長と一緒で気象が激しいんで、まあ、その日のね、気分でね、コロッと変わるんでね、当日のパドックとかね、そういうところを見ていただきたいと思います。わかりました。あとね、先生すいません、はい、あの先生ね、中村仁先生といえばですね、はい、ダービーといえばその1998年に、はい、のスペシャルウィークが勝った年のダービーで、はい、河内ジョッキーを背に14番人気で2着に来たボールドエンペラーを管理されていた調教師ということなんで、はいはいはい、ちょっとね、はい、まあちょっと無理にちょっとお願いするわけじゃないんですけど、ちょっとボールドエンペラーに似たような馬っていうのはなんかいないかなと思って、ちょっと どうですか先生。そうですね、まあ、ボールドエンペラーの皐月賞で6着だったんで、それからまあダービーで2着という巻き返しをしたんですけども、まあ、今回6着の馬がシャザーンっていうね、馬なんで、この馬6着だったんですけどね、まあ、この馬もどれぐらいの人気するかちょっとまだ分かんないんですけども、まあね、皐月賞6着からね、2着というのはあり得るかもしれないんでね、まあ、この馬はちょっと紹介してみたいなと思います。はい。まあ、4戦2勝でね、まだ2勝馬なんですけども、まあ、皐月賞は後方から大外回ってね、伸びてコンマ7秒差の6着だったんですね。まあ、ボルトエンペラーもね、後方から伸びてきて6着だったんです。まあ、これよく似たような感じで。まあ、前半早かったんでね、展開は向いていましたけども、道ある競馬が向いていなかっ
んじゃないかなという感じはいたします。はい。で、馬体重はデビュー戦から20キロも増えましてね、500キロぐらいになりまして、ちょっと身が入ってきましたね、結構。で、中距離型の体型でね、まあ、柔らかそうでバネもあって、フットワークも伸びもある、力強い動きをします。バランスも良くて、高馬体です。で、お父さんがロードカナロア。で、これご存知のように、まあ、スプリンター、1000人を中心に走っておりました。1000人のスプリンターのロードカナロアでね、2400大丈夫かという感じはするんですけども、まあ、この種馬は結構繁殖牝馬の影響を受けやすくてね、ステアタイ、は、あの、繁殖がステアタイプとかね、サンデー系の繁殖牝馬につけるとね、結構距離持つんですよ。まあ、例えばアーモンドアイとかね、サートルナーリア。これらは、まあ、いわゆるサンデー系。それから、パンサラッサ。パンサラッサは、まあ、サンデー系ではないんですけども、肌がモンジュということでね、まあ、凱旋門賞を勝ったモンジュ。ということで、まあ、非常にステアっぽいものがですね、肌にあると、よく走ってるというのが、まあ、先ほどのアーモンドアイやサートルナーリアの例だと思います。したがって、まあ、このお母さんがね、クイーンズリングといって、エリザベス女王杯とか、有馬記念2着の長距離馬なんですよね。で、おまけにサンデー系です。そして現実に2200メートルの、スミレステークスをこの馬買っておりますし、まあ、そういうことでですね、お父さんがロードカナロアであってもですね、大丈夫なんじゃないかなということで、ちょっと穴っぽい感じで面白いかなと。で、新潟中京も経験あるのでね、左回りも大丈夫ですし、まあ、皐月賞の6着からね、ダービーの巻き返しで、万馬券のボールドエンペラーね、をちょっと思い出しました。万馬券を出してですね、驚かしてほしいですね。はい。わかりました。まあ、ボールドエンペラーほど、まあ、人気がないかどうかはちょっとあれなんですけども、やっぱりボールドエンペラーも皐月賞で結構いい足を使ってたっていうのは、この馬と同じような感じだったんですよね、やっぱり。そうですね、まあ、6着に来てね、川内くんも、ちょっとこう、ひそかにね、この馬の、最後の切れ味っていうものをね、皐月賞で、ちょっと測っててね、ダービーで若干こう、色気を持っておりました。はい。だから、まあ、そういう意味ではね、この馬もね、6着。この馬の方が、多分14番人気にはならないと思うんですけども、まあ、でも、めちゃくちゃ人気するわけじゃないんでね、まあ、一発あってもおかしくないかな、という感じはします。はい。じゃあこれあれですね、岩田未来ジョッキーも内心はちょっと河内さんみたいにダービーでこう密かな楽しみを持って騎乗されるのではないかなという感じですね、じゃあね。そうですね。はい。人気してないんで気楽に乗れると思いますしね。この馬の良さを生かすようなレースをすればね、ダービー面白いんじゃないかなと思います。わかりました。先生、今週も詳しい解説ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ババ状態を伺いたいんです。開始前、ババ出た時よりも、良かったですね。ダービーもまた衝撃を与えるか。